はい皆さんこんばんは、ワドツです、えー。2018年2月の20日、えー、朝の4時17分です。全然寝てないんだよね <laughs>。全然寝てなくて、ドルさんと鮫島さんが盛り上がってたから、ちょっと、なんか、乱入してえなーと思って遊んでたら、こんな時間になっちゃいました。お疲れ花火ありがとう、ニゴさん。もうヘッドヘッドで頭痛えよ。ただね、このままだと寝れないからね、あ、じょねえ、ありがとね。 あの花火2号さん。いやーなんか面白いよね本当にね。配信者ってバカばっかりだよね <laughs>。いや面白かったね。はいワト2 <laughs>。みんな仲良くした方がいいんだよ。みんな仲良く。あ,あ、見てたんだ。ワドリさんにもあれ通知って言ったのかね。<laughs> はいワト2、お疲れ。 ただからね、ちょっとね、クールダウンしないと寝れないのねああいう風にバーって喋ると脳が冴えちゃってさ、<laughs> 見てた。<laughs> いや、面白かったなど。あのさ、俺何が一番面白かったっていうと、あの、ドレさんの枠に、天竜のサムネの <laughs>、天竜のサムネのリスナーが出た時に、こいつとか思って、そのみんなが天竜、天竜って書き始めて、ドレさんの声がガッサガサだったから、 天竜,天竜っつった天竜のサムネが出た時にああこのリスナー欲しいなーとか思って <laughs> あれはずるいよねコメントで笑わせに来てるんだよあれ <laughs> は雑、い、うんあアメリカ人はね <laughs> あの寝起きで何なん,なんだよっていう感じだよね、うん、先輩に落ちょくられた感じだもんね途中からガチになって引いたいやいやいや、うん、いやあのね <laughs> だから、本当なのか嘘なのかわかんない。あの、昨日の夜話してたのに、ね、ちょうど、台本って何なのかって、台本なんかないんだよ。台本なんかなくて、本当にないの。で、即興なんだけど、台本なのか台本じゃねえのかわかんないのが面白いんだよ。なんでかっていうと、本、あの、ほら、よく、愛のあるディスとか言うじゃん、俺が。うん。あのだ、愛のあるディスとかさ、尊敬があったら関係崩れないし、 何つうの本音で話さないといけないんだけどどっか俯瞰して見てないといけないんだよね似てるかなひろゆきに全然意識してないけど俺ひろゆき自体は好きだけど真似しようとは思ってないよ台本じゃないよ <laughs> みんな適当なの本当に気分屋だからだから本当にドルさんは怒ってて鮫島さんも本当に怒っててそうで俺がちさちさに入れに行って <laughs> っていうそ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 う台本なんかないよ 誰も打ち合わせしてるわけじゃないよ。だからみんなの悪ノリが悪ノリを呼んでいくだけの。これが配信ってやつね。うん、彼女の復縁いやだって別れたっていうの去年だよ。YouTube のネタでしょそれ、うん。アメリカ人のネタバレも計算じゃないよ。あれはだから即興だよ。アメリカ人をここでなんかこういじめた方が面白い流れになったから <laughs>、みんなでお前のせいだわみたいな空気にしたの。そう。<laughs> なんか、あーみたいな。 うん、で鮫島さんがいきなり打ち合わせ通りやれよとか言い始めていじめたんだよ、ねうん。まあまあ鮫島さんも言い過ぎでもね全員言い過ぎて面白いんじゃないの。うん、ちょっと引いた、うん、うん。コラボ今度どれさんにんどれさんにさんとは関係なくちょっと聞きたいことがあるんですけどコラボ今度。 上がっていいかなお僕に対してですかぼ僕に対してコラボしたいってことですか ?7 5 3僕と話したいってことですかそれともどれさんの枠に上がりたいってことですかうんどれさんのタイムシフト見たら乗ってるでしょ、うん、そうそう、うん、俺と話したいってことかなどれさんのことで <laughs> ちょっとよくわかんないなうん 若く見えるそうっすか32歳っすよ <laughs> 素人雑魚が集まってコラボが不わっちの言 <laughs> うん。鮫島さんと関係なくドレさんに聞きたいことがあるあどドレさんに凸上がれば凸待ちやってる時にコラボ凸待ちやってる時にドレさんに直接聞いた方がいいと思うよ俺はドレさんじゃないから コラボ上げるかどうかはドレさん決めることだけどドレさんコラボ待ちしてるんだから上がればいいと思うよ、うん、聞いてみるといい,避難関係崩れないのあそこあんなもんで避難して関係が崩れるんだったらそれまでだったんじゃないの、うん、それでもう縁切るって言われたらその程度の関係だったと俺は割り切るかなう <laughs> これでドレさんがもう和同と付き合わないとか鮫島さんが和ドと付き合わないとかアメジンとかリーダ猫が和ドと付き合わない っていうのはもうまあそのて程度なのかなってなっちゃうけどまあないと思うよ別に、うん、関係崩れないでしょうん、鮫島さんもやっぱり面白いまあ長いかんでマジレスして途中で気がついたリスナーも恥ずかしかったです、うん、いやそれもオチなんだよこれは 22号さんあの鮫島さんは金じゃねえ「金じゃねえ金じゃねえ金じゃねえ」って3時間言って「金かよ!」っていうツッコミを待ってるっていう鮫島さんのギャグなんだよそう <laughs> だからピュアミンなんだよ <laughs> 鮫島さんの渾身のギャグが鮫島嫌なやつってなったんでしょ <laughs>、うん、そうそうそう鮫島さんのギャグね 金の話で金じゃない金じゃないって言い続けて最後はギャラ要求するっていう鮫島さんのオチなの <laughs> いやマジレスした方が熱くなるでしょうんそうなプロレスは本気理論と一緒でしょプロレスは本当にやってんのかネタなのか台本があるのかどうか分かんないみたいな台本はないけどノルさんと鮫島さんは本気で怒ってたんだよ だからやけどするぞって要はお前入ってくんなってドレさんが冒頭に言ったじゃんだからいやそれ考えましたっていうのも本当の。なあこれ本当にやけどするなと思ったけどここは入った方がいいなと思った <laughs> あのなんでかっていうとドレさんも鮫島さんも俺は深いつながりがある人だからここで入んなかったらダメだなって思ったのそうちょっと賭けんでたのね自分としては なんか本来だったらそ仲のいいむしろめちゃめちゃ仲のいい2人なわけじゃん鮫島さんもドレさんも俺すごくよくしてもらってるからだけどここの2人が揉めてたら普通黙ってる方がいいじゃん、うん、だけどなんかちょっと入ってみたら面白いかなっていうその狐枠と一緒よなんかその最近そういう気分なの <laughs> 配信が楽しいからちょっとちょっかい出しに行こうみたいな。 最初は、えー、両方に騙されて落ちたけどよくあそこから挽回できた <laughs> 挽回とかじゃない本当に関係崩れることも多々あるからね <laughs>、うん、まあそれでもそれはそれで面白いなとかサ鮫島さん本当に乗り込んでも面白いなあとか思ったし、うん、せっかく鮫島が花火誘導してるのに鮫島を落とす奴隷 <laughs>、うん、まあまあいいじゃん 高橋さんも来てたね、うん、高橋さんっていう人絡みなくて本当に「あなた誰?」って言ったら本当に怒っちゃって「この人知らないから誰?」って聞いたの名前しか知らなくて俺高橋さんって男の人だと思ってたのずっとそしたら女の人だから「あんた誰?」って言ったら「お前なんか誰だよ和道って言われたから「我に道」って書いて「和道っって書いて。 読むのと思って。お前なんか知らねえよ、ワドーって言われたから、そこ突っ込もうと思ったんだけど、初対面だったから、関係崩れるなと思って、身を引いた <laughs> あ。すいませんでした、つって。そう。あの、関係ができてないとディスれないから。そう。一応、ふ、ふっかけはしたんだけど。ふふ。 アメリカ人のいいい人アピードつきすぎやいや,いや面白かったけどねあれは <laughs> お前空気読めよみたいな空気でいじめるの面白かったけどね <laughs>、うん、一番考えたやつがあの鮫島さんはすごい計算してたよ俺よりも計算してたよだからまあ俺の頭の中になんてかあって鮫島さんが泣くのか俺が泣くのか新宿に あ新宿じゃない六本木にリア突する流れなのかそれとも俺と鮫島さんが喧嘩して鮫島さんが俺の家に来る流れなのか俺が横浜に行く流れなのかの6パターンぐらいあるの6パターンあるの <laughs> でそれどっちに持ってくるんだ俺ドレさん用語派かなってドレさんそれとも鮫島さんに加勢してドレさんの方行った方がいいかなみたいな <laughs> なんかいろいろ考えてた、ねうん、高橋さんは俺絡みないから分かんないうん 台本なんてないよ、うん、台本ななんてないよ全部ないよだからドルさんは本当とに鮫島さんにまじぎれして鮫島さんもふざけんなっていうところから始まってんの、うん、高橋さんは絡みないから俺トツ落ちちゃったから分かんなかった、ねうんだよ高橋さんって面白いのうん今度見てみようかな なんか女の人だったねでもねなんか女の人の配信見てるとのんちゃんが発狂するから見づらいんだよね普通に純粋に面白いやつはチェックしたいんだけど最近来てる配信者なの何系の配信者なんだろう、うん、もう最近伸びてる人なのかねでも結構コメント欄見てたら「高橋高橋」って言ってたから多分知名度と勢いはあるんじゃないかな あお、ババアなんだへえ、うん、俺絡みなかったからなんかやけどしそうだったからここはもう寝ようと思って撤退撤退と思って <laughs> 疲れてるしあ口がうまいんだうんああこっちんっていうあのなんか子供育てながら配信やってるねあの最近伸びてきてるこっちんはわかるかなうん <laughs> で最近花見を爆投げされててそれにアンチ系の人なんだお喧嘩ンカ突面白いんだ、うん、不快な声だったって俺の声おはよう47号さんセブンさんに論破されてたまあまあこれからじゃん半年後にどうなってるかじゃないかなうんキツネ書いてるキツネ誰が書いてるか分かるらしいええー、そうなの アイテムもらったら誰だか分かりますよ、僕は。僕は誰だか分かんない。アイテムもらった時だけ、あ、この人が来てるんだっていうのが分かる。うん、どれの天竜の声、まあね、だんだん上手くなってた。いやー、あれね、もうね、声潰れるよ、どれさん。よくないよ。あの、それが面白かったんだけどね。どれさんがひたすら、もう何言ってるかどんどん分からなくなってるけど、 しかもマイクのさ音量がさもうこうやって怒鳴ってるから勝手に強制的に下げられてて何言ってるか余計わかんないのがすげえ面白かった。お前もう腹抱えて笑いそうだったよね。うん。米瓶入れたら見えるんだ。へえ。あ、知らなかった。あ、そうなの米瓶立ち上げてみようかな。ちょっと俺米瓶入れたから立ち上げてみるわ。ちょっと待ってて。 米を立ち上げたらキツネ誰だかかわる本当にちょっと試すよ絶対ないでしょそれって血管じゃんちょっと試してみるわ貼り付けえー、っとちょっと待ってほんとに言ってるそんなにそんなに穴があんの 待ってねちょっと待って今俺が検証するよ。貼り付け。ああ、ガセネタだった。うん。ガセネタ。ほら。キツネしかわかんない。これ米病なの。いや、ガセネタガセネタ。うん。キツネ何号しかわかんないじゃん。ガセガセ。俺今これ米病なの。 いやだからソースをさ、ソースをさ、出せよ <laughs>。今、米びょでやってんのね。で、きつね何号ってなってるから、米びょを使ったとしても、あの、誰だか分かんないっすよ。いや、ドレさん、花火上がってよかったね。そうそう、米びょ切るよ。米びょ切ります。で、ガセはダメよ。 うん、だから、匿名は担保されてるね。システム的に。ああ、アイテムありがとう。もうこれから寝るよ。うん。これから寝る。うん。できそうで怖い。いやー、多分できないようには気を使ってるはず。でもね、あの、ふわっちのコメントビュアーはこれしか今配布されてないから、今のところできないと思っていいっすよ。うん。あ、そうだね。プロは狐でさえサブアカを使うっていうのは本当のプロだね。うん、本当にプロ。 てかね、サブアカツーかね、ツイッターと紐付けとかやらないよ。リスナーさんは。追跡されないようにするのが普通だよ。どれさんが今日の枠で、あの、トツのやり方とかなんかさばいたりとかなんかしたら面白くなるなぁと思うけどね。なんか、ああ、なるほど、トツってこのタイミングで切るんだとか、引っ張った方が閲覧伸びるんだとか、あの、ずーっとループでもいいから怒鳴り続けてた方がいいのかとか、 なんか本音で喋ってもこういう展開とかあるんだとかなんかいろんなエッセンスが詰まってたからなんかドれさんが今必要なものはなんか全部詰まってた気がするすごく <laughs> うんあとドれさんがいじられキャラだっていうのが確定したよね掛け合いだよね掛け合い <laughs> うん いや、いつか来るんじゃないの大喧嘩する日は。本当に。わかんないけど、サメ島さんといつかぶつかる日は来るんじゃないのわかんないよ。あ、人間関係だからわかんないよ。うん。いつかぶつかる日は来るんじゃないの喧嘩したりとか。それはわかんないけどね、やらせではやるつもりないけど。うん。かわいい顔してる。 もしよかったらフォローしてもらえると嬉しいですね。はいうん、鮫島さんはねもう一枠やろうって言われたよ。<laughs> 無理ですっつってもうあの頭痛いし寝ますって言って結局枠開いてるんだけど、ね、でもなんかこうクールダウンしたくてさ、うん、なんかこう雑談でねまったりしないと頭がね寝れないんですよこうアドレナリン出ちゃってるからさ。<laughs> うん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 そうだねやっぱりそのドレさんどれさんはなんか落ち込む必要なんかないんだよ、うん、もう一枠いきましょういやー30分で寝ようかなと思ってるんだけど <laughs> なんかこうみんなとさ あのちょっとクールダウンしてさもう本当にあの今日12時間配信やってその後のんちゃんとちプラプラ56時間やって帰ってきて、えー、2時間配信して <laughs> でその後どれさんと朝がまで、あ、でしょ多分24時間配信コースなんだよ今日多分爆睡するからね今日は寝ちゃうからねえいつもあごめんごめん BGM かけてないか 今聞こえてるでしょごめんかけてたんだけど設定がコラボ用になってたありがとう教えてくれてキツネはねブロックしても誰だか分かんないけど今俺はブロック入れてない、うん、キツネは誰がブロックしたか分かんないので次の日勝手に強制復活になるのねだから分かんないんだよその日だけ見れなくなるのその日だかその枠だか忘れたけど、うん、あれができないとニコ生じゃできないでしょ あれがでできなないいとニコ生できないよ枠か枠だけブロックできんのかこの枠だけ見ないでってできて俺は誰をブロックしたかわかんないのかまあ今んところブロックする気はないな、うん、ごめんごめん設定間違えてたよ楽しかったなでもなんかニコ生っぽいノリが楽しかったな何年ぶりだろう <laughs> 3年ぶりくらい2年ぶりぐらい <laughs> なんかああいうバカっぽいのもいいね <laughs> 日本も俺黙ってろって鮫島さん言ってたよね <laughs> 言葉のチョイスがすごいよね、うん、鮫島さんね温厚になってたね鮫島さんがすげー温厚になってたねもっときつかったよね、うん、丸くなったんです 今のところ狐を特定することはできなないか相手も俺に投げた時俺にだけわかるっていう感じありがとうバーガーありがとう <laughs> ありがとうございますまあみんなのいい暇つぶしになったんだまあ本当はねこれをね本気で喧嘩して本気でもめに揉めてあの遺構を作るっていうのがね最高に面白いんだけどね <laughs> 明日ドルさんが鮫島さんの悪口を言ったら本物でしょ <laughs> 明日ニコ。あの明日の放送で普通に鮫島さんの悪口を言ったら俺はあ、分かってきたなって思うね <laughs>。何事もなかったように許せねえあの面白くねえんだよ鮫島よって言い始めたら本物でしょ。うん。懲りてないっていうね。いやそれを言ったら俺はあ、分かってるなって思うよ。 <laughs> もうさすがにもう二度もうもう一回コラボとか上がらないけど俺は笑うね懲りてねこのおっさんっていうそのそう全面戦争をあんだけなんかあんな感じで終わったのにまだふっかけるっていうそのドレさんのアスペップぶりっていうかさ空気読めなさ感が出てきたら面白いから <laughs> ドレさんやりそうじゃない普通に 普通になんか鮫島さんディスりそうで俺結構それ楽しみにしてんだよねあんなのゲーム配信で人の子話でよって普通に言いそうだからさ <laughs>、うん、いや違うあのねろ列回ってないのはね元からなんだよね昔からなんだけどねちょっとね喉潰れてるね完全に。 どれさんの声は今の方が面白いっていうかね、なんかね、なんか面白かったね。あれは武器だよな、やっぱ。今日配信しないとか言ってたんだよ。凸かかってきて。今日喉つぶれちゃった。これじゃ配信できないとか言ったからバカじゃねえのとか思って。そんなに美味しいネタあんのに配信30分やれよってポンプ入れてたの。<laughs> 乙女じゃねえんだからっ,つって。お前女かよみたいな。 そんなに美味しいネタ30分でもやりなよっつってアンチ喜ぶよっつってさ <laughs> あーまあまあ格闘家の人はストライカーの人は絶対ノーやられるからしょうがないよあれは、うんうん、あいいんじゃないそれがドれさん57号さんそれがドれさんの味ってやつでしょ下手にねなんかね下手にやっても意味ないんだよ、うん、自分がねなんかどんどん壊れていくのが面白いゲームだから さんね嘘を吐くとかじゃないんだよね <laughs> サメ。うん。鮫島アイテムに溺れすぎて言いたいこと言えなくなってる。うーん鮫島さんがいうーんどうなんだろうな多分ねあの言いたいことが言えなくなってるとかじゃなくて普通に丸くなってるっていうのはすごく感じる。 あのね、多分ね、年齢的な問題を感じるんだよね、最近。あの、単純に、ふわっちになったからとか、ニコ生じゃないからとかじゃないんだよ。多分、もっと根本的なね、サメシさんはね、あの、大人になりつつあるんだと思った、俺、今回。なんか、毒舌のキレがね、牙が抜けてる気がした。<laughs> うん うん。<laughs> 立てつけってこびないでって知らんのよ知らんのよこびてる振りがあるから立てつくと面白いんだよ毎回立てついてたら面白くないんだよ緩急でしょ緩急、うん、いや鮫島さんが一個上だね実年齢で言ったらただまあ年齢関係ないよ同い年は石川紀之さん関信吾さん野田沙織ってもう名だたる大手がいっぱいいるから。 イコウ個上は鮫島さんとかティロフィナーレ香川さんとかいるんだけどあんまりこの世界年齢関係ない、ね、あのそれよりも配信のキャリアよくさ芸人はさ年齢関係なくてさあの芸歴何年かで先輩後輩決まるみたいななんかそういうのはあるねうん <laughs> よっさんはキレッキレだよね本当にね まあ,あれはアルコール飲んでるからっていうのもあるから、ね、命と引き換えに本当に酒飲まないとああならないからよっさんは本当にねあのいつか死ぬと思うよあれドーピングだからね多分うん,うんどうなんだろうな年齢とか彼女ができたとかいろんな要因があるんだろうけど あのね公式に出る時も酒入ってるからじゃなくて公式の運営さんがよく理解してて酒を飲ませるの要は飲まないと面白くないの分かってるから公式のスタッフがよっさんに振る舞うの <laughs> よっさんにだけ <laughs> だからそれを台本というかどうかようん台本ではないじゃん公式のスタッフは絶対この人は酒飲まないと面白くならないっていうのを分かってるから飲ませるのは台本と違うでしょアドリブじゃん だからそういうのはあるよ、うんそう。酒出したら飲むから、ストロング <laughs>。あ、オカリナさんすごい人ができてるね。素晴らしい人だかんね。へえー、珍しいね。ありがたいね。噂にしていただいて。 まあじゃあそろそろ寝ようかな。なんか落ち着いてきたよ。ゆっくり寝れそうだわ。<laughs> ありがとね。なんかアドレナリンがね、出るとね、寝れないのも、なんか喋りたくて喋りたくて。自爆やると落ち着くわ。うん。フォローもね、結構6人ぐらいしてくれて嬉しかったな。多分ね、あの、ドレさんのリスナーさんとか、サメジマさんのリスナーがさんがさ、千1000人いたから、まあ1000人いて6人しかフォローされねえのかよっていうのも俺らしいけどさ。うん、面白かった。みんなありがとね。 面白かった、面白かった。じゃあ、みんな、また明日。多分ね、ぐっすり寝ちゃうからね、あの、ちょっと、24時間ぐらい、下手したら一、丸一日放送しないかもしれないです。多分、これ、爆睡コースです。楽しかったです。じゃあ、みんな、おやすみ。お疲れ様。おやすみなさい。花火を投げろよなあ。 なあバカが花火枠だろ、これは使えねえ、マジで、本当に。使えねえよ花火枠だろありがとう花火ありがとうお前、コメント欄荒らすなよ。 バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえ。で、お前バッドボタン押してんだんもう。<laughs>